今日のひまりちゃんのゴルフウェアの紹介をお願いします。セシルマグビーが、今年の9月ぐらいから発売になったゴルフウェアの新しいゴルフウェアのメーカーで、先週ね冬物、はい、秋冬が出ました。はい、ニットニットスカートニットスカートにニット、はい、勝手に合わせただけなんですよ。なるほどね。おすすめで、はい、生地が柔らかくて着心地がいい。ありがとうございます。前回の動画すごいあれでしたね。オリもなんとかみたいなのがすごい、あめちゃめちゃ多かったですよ。オリも頑張れ、オリもなんとか、オリも〇〇が、あの前回の撮影の時に、なんか他の子はほら何々ちゃん可愛いねみたいな、うん、コメント来るから、なんかそういうのお願いしますみたいな感じで言ったじゃないですか。言ってた。それなのに、腹いせのようにオリもなんとかの DM がもう全部無視全部無視しましたが、ウケる、うん、コメントしてほしいよね。コメントの方がいいですよね。はい、全部読んでます。コメント、YouTube のコメントも DM も DM も読んではいます。すごいね。え、読んでないですか？読んでるよ。読みますよね。読む全部見てる。ちょっとね、読んでニヤニヤっと笑ってはいます。ひやちゃん、いや、私も大丈夫。なんか見たことない。え、これテーラーですよね。あ、テーラーなんだ。ちょっとテーラーメイド、テーラーメイド。あ、そうなんだ。はい、でも去年、一昨年、去年ぐらい。うんうんうん、かわいい。ありがとうございます。前はモコモコ、前はモコモコですから暖かい、うん、それお腹じゃなくてちゃう、あ、モコモコなの。モコモコやから。いらんこと言うのやめな。かわいいです。かわいいです。お世話もいい。バットバーディーっていう、うん、ひよこの海外で、海外の、はい、海外よく見る、海外でよく見る。多分ゴルックってわかる、オンラインショップ、そこで扱ってたような気がしました。はい、珍しい、うん、はい、帽子です。ゆうちゃん、はい、お願いします。じゅんちゃん、はい、あ、今日はちょっと寒いで上着は着てます。アルチビオさんのこれなんだろう、トレーナーみたいな生地ですね。こんな感じでキャップ、スカートは違います。はい、ただちょっと素材似てるようなやつ。ピンクのウェア。はい。最後。でかい。おお。インスタ用。かっこいい。なんかこれでいいの？
可愛いよね。可愛い系。可愛い系。可愛い系？可愛い。どうぞ。なんかあの腹立つけどなんか何やっても可愛いですね。本当腹立つわ。いいじゃん。ね、映えてる。映えてる。ペンギンみたい。可愛い。こっち来ればこっち来ればなんとなくわかる。多分若干フックってあの最初のファーストパンチはスライスで最後がフック。ナイス。あれ打った感じさスライスに感じるよね。スライスで私打ったらまっすぐまっすぐ抜けた。注文してパーン。どまい。うまい。どまい。そうか、パーファイブ。パーファイブ。短い。二人してパーン。ナイスパーン。短いのに。風が吸った。風すごいね。風か。へえ。私の球見てわかる。なんかすごいペラッとさ。私の球ね。ひどいな。なんかさ、おーとか言うから。ペラッとじゃないだよね。私ペラッとと思う。ペモーって言う。若干右出た球がこれ。これなんだ。あんな逆転だったんだ。ひどいな。ひどいわ。二人してそう思ってた。あーって思って。風ね。ですよ。ここのゴルフ場結構風強いんですね。やっぱね。この間も強かったもんね。結構なんか比較的強いよね。ここですごいなんか流れるのをよく見る。うん。さつきを強風って書いてある。昨日もすごい天気ですよね。昨日雨だ。雨とあそう風もあったのか。昨日はいる山が違ったんですね。じゃあね。あいや山じゃない陸？皆さん陸ですか？場所？私は山なんで山は降ってなかったです。あ、降ってなかったんですか？陸の方々はなんか雨で雨ですみたいなインスタあげてた。雨降れってこうちょっと待機してたんだけど全く降らなかった。山は風。夕方ぐらいまでずっと雨でしたね、はい。そうなんですね。
顔拭いて。オッケー、オッケーってちゃんと顔拭いて。後半はね、オッケーなし。あ、じゃあ、オッケーありのお先なし。お先なし。お先なし。一応マッチプレーでやるんで。あ、そっかそっか。一応ね。外れる人だっけ？あれ？股関節。それはいらないの。ここまで一応池越える距離打ったってこと？当たり前だろ。池越えない距離当たり前。うわ、怖っ。梅田さん怖っ。ごめん。あ、なんか今日私がいい子に見えてますか？あ、ごめん、引いた、引いた。引いた時か。おい、びっくりした今。流行りのやつかな。やめな。やめな。ひまわりワールドが炸裂しよう。泣いちゃう。やばい。やっぱ。泣いちゃう私。泣きそう。こっち見んな。65ヤード。はい。いい軽。クラブセッティングお願いします。前回と変わってないんですけど。変わってないですか。ドライバーこの使い古したボロボロのビューティーに、まあ、ボロボロのクラブですね。大切には使ってますですが、もうボロボロですね。以上です。結構もう長く使われてるんですか。はい、クラブをずっと変えてないです。あ、でシャフトは6S、あ、間違えた、5S、うん、5S ですね。ウッド系はだいたい 5S 使ってます。アイアンはゼロス8の S 使ってます。軽いスチールシャフトですね。です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。挨拶アスリート急に声なんです。せやちゃんもお願いします。ドライバーは、P の410の LST、SID の HD の 6S です。ちなみにこれ D6 出てます、ヘッド。重い。分かる人には分かるけど、ここはほぼ分からない。分からない。へーって言った。全く分かんない。これは、ちょっと 14.5 なんですけど、14ぐらいになってます。芯しか当たってない。
すごい。本当だ。私も夜削ってんのよ。ウッド系4本で、まあ、アイアンめっちゃ厚く入れてて、まあ、これのシャフトは KBS の 105S です。うん、ちょっと重め、あめ、ウェッジはブッチっていうジクラブの、まあ、2本入れてて、顔がアイアンみたいな顔してる、わからない、はい、普通あの左ウェッジは4年、5年前ぐらいに買った左の40、はい、右のウェッジってさ、はい、ブッチ、ジクラブ、ジクラブ、こういうのってどういう時にあれですか、巡り合うんですか。ゴルフショップとかになかなか売ってないんですよ。友達が使ってて、ああなるほど、それでこれいいねみたいな、めっちゃいいねってなって、でたまたまフィッターさんが取り扱ってるところだったんで、ああ巡り合わせですね。はい、なんか4種類ぐらい顔の形があって、試打させてもらってこれに決めました。おすすめです。パターはオデッセイ。パターオデッセイのなんかピンク、これめっちゃいいんですよ。へえ、めっちゃ使ってるけど。そうだね、グリップもね。これもやっぱ実際打ってショップとかで打つんですか、それともなんかやっぱこういうのも友達からちょっと借りて打ってみてとかですか。本当に友達から、あこれめっちゃいいねってなって、やっぱあれですね、現場で打ってみていいっていうのがやっぱいいですね。なんかお店とかだとちょっと分かんないです、打てればね、やっぱコース打って決めた方が、うん、そう思います。これとかもたまたま練習場でシダ会やってて、うん、ウッド苦手だったんですけど、うん、これに出会ってからもめっちゃいいみたいな。へえ、まあ、ピンはなんか飛ばないけどすごい曲がんないから、うんうんうん、おすすめです。確かに曲がらないイメージ、そう、本当曲がんないです、うん、自分のせい。ではひまわり選手があの待ってます。お待たせしてる、はい。